はい、どうも、哲学とです。今回はですね、本日未明に行われた、ライブの中でお披露目となった新クラス、スピリットボーンの、全貌がね、明らかになりましたので、ちょっとね、一緒に、見ていけたらなと思います。新クラススピリットボーンの原初のエネルギーを呼び覚ませということで、まあ、今回ね、スピリットボーン、実際にね、ライブ配信の方で、動いてる姿を見ることができたんですけども、スピリットボーンの特徴としてですね、守護精霊であるジャガー、ゴリラ、イーグル、そして、センティースピードが持つ力を使って、戦っていく、非常にアクション性の高い、ジャングルの戦士というような感じの、キャラクターになっているという形で、10月8日の、にリリースされる拡張パックゾウの器の一部として登場する、新クラスという感じになっていて、ちょっとね、動きの方も、これからお見せしていくんですけど、スピリットボーンの適応性の高い、戦士で、強烈な3連コンボと流れるようなアクロバティックな動きを組み合わせて、その同門性を遺憾なく発揮しますと。本クラスは接近戦の達人としてスキルによって、近距離の敵に致命傷を与えられるだけでなく、精霊のエネルギーや使い慣れた討伐、悪魔討伐武器であるグレイブを使いということで、両側にね、刃がついた、長い武器を使っていくみたいなキャラクターですね。で、離れた場所の敵にも怒りを叩きつけることができます。また、身体能力が非常に高くて、攻撃をブロック、回避しつつその力を吸収したり、敵に跳ね返すことが可能ですというところでね、ここもなかなかね、新しい、なんていうのかな、アクション性だなという感じがしたので、いいなと思いましたね。で、中で、トレーラーの方なんですけど、2分半ぐらいで見れるね、非常に短いものになってますので、もしね、この動画、見て、気になったという方は、ぜひまずね、このトレーラーの方を見ていただくのがおすすめかなという感じですね。で、いろいろとね、スピリットボーンの出自とかに関する解説も、今回公開されているんですが、まずはね、動きの方を見たいよというところだと思いますので、そちらをまず先に見ていこうかなと思います。はい。闇と戦う守護精霊たちということで、守護精霊は人類と彼らが、住む、自然界とのつながりを体現する存在ですと。戦士はゴリラに自らを通じる強欲さを、強さを見出し、狩人はジャガーに速さを見出し、戦略はイーグルに洞察力を見出し、薬師はセンシティスピードとそれが貪り食らう、腐敗に熟練の技を見出すでしょうということで、スピリットボーンは必要や状況に応じて、ふさわしい、守護精霊を召喚して、その力を借りてきますと。この適応力の高さと守護精霊の献身こそ、スピリットボーンを機敏で柔軟性の高いジャングルの戦士たらしめているものと言えますと。また、スピリットボーンとともに、新たなスキルタグ、権限が登場しますと。権限スキルを装備すると、各権限スキルに対応した守護精霊の特性がスピリットボーンに備わり、パッシブボーナスを獲得できます。また発動時は守護精霊のすべての力を利用できるようになると、それぞれの守護精霊の奥義スキルを含み、守護精霊は奥義スキルを含み、スピリットボーンが利用可能なスキルの一部を以下でご紹介しますということで、ライブ配信の方ではかなりね、掘り下げた解説の方も行われてましたので、そちらもね、ぜひ1時間ぐらいでね、ライブ配信の方見れますので、見ていただきたいなと思うんですが、まず、ジャガー、レゾカですね。ちょっと私の方も、原文の方もちょっと見ながらやっていきますか。そうですね。レゾカですね。ジャガーは目にも止まらぬ、速さと激しさで、絶え間ない猛攻を何度も繰り返しますと。暴れるほどに危険度が高まり、撃破と撃破の間も炎を、なんだこれ、滴らせて続けますと。で、スキルの方がかき払いと、爪を召喚して正面の敵をかき払って、で 20% のダメージを与える。その後爪は爆発して 40% の追加ダメージを与えるということで、コアスキルで、ジャガー、でなんか今回活力というね、リソースを消費していくような感じになるんですけど、それが30幸運の一撃 16% ダメージタイプ火炎という感じになっててこんな感じなんですよね。なので
かき払いとか投げ払いみたいな感じのスキルかなって。で、まあ、今回ね、まあ、ライブの中でやっぱり気になったのは、やっぱ背景に映るこのジャングルのね、まあ、クレストの、まあ、ジャングルという感じなんで、ディアブロ2をやられた方なんかは結構ね、思い出深い、感じなのかなという気がしましたね。はい。じゃあ、ちょっと、スキルの方も引き続き見ていきましょう。で、次が、ナベジャー、パッシブ、猛威スキル、最小猛威が2増加する、どうも、発動、どうもな方向を上げて、6秒間自分のすべての攻撃が追撃を発生するようになり、60% のダメージを与えるようになると。はい。ということで、20秒。クルダは20秒で、幸運の一撃 30%。ダメージタイプ火炎ということで。おぉ。次がラベジャーっていう技ですね。で、次が、爪追撃ですね。斬撃しながら敵の間を短距離間進み、通り過ぎた敵すべてを2回攻撃して 50% の合計ダメージを与えるということで、はいはいはい。こんなスキルですね。おぉ。で、次に狩り手ですね。ジャガーの精霊とともに戦場を、跳ね回り、着地時に 50% のダメージを与え、さらに範囲内の敵を高速で切りつけて7回のダメージを与えるというやつで。もう、これね、なんかね、エフェクトがかっこいいですよね。ジャガーが飛び込んできて、こう回転攻撃みたいのを与えてくれるという感じなんですよね。で、次にゴリラ、ワンバですね。はい。ゴリラはタフネスと反撃に特化しており、ダメージ、をものともしないだけでなく強烈かつ迅速、さらには致命的な反撃を繰り出していきますというところで、ロックスプリッターですね。標的一体に突進して、正面の敵をまとめて通撃を与えて 15% のダメージを与える。3回目の攻撃が周囲の敵を攻撃して 28% のダメージを与えるというところで、物理の攻撃になってくるという感じですね。はい。そして、コンカッシブストンプ、正面を強烈に踏みつけて 15% のダメージを与えて敵を3秒間ノックダウンさせる衝撃波を放つということで、踏みつけによる衝撃波を放っていく攻撃みたいな感じですね。はい。そして仕返しですね。正面の敵を殴りつけて 100% のダメージを与えると、で、自身が攻撃されると 35% の確率で仕返しの発動中のクールダウンが、1秒間短縮されていくというやつですね。はい。殴られることによって再度発動できるというような感じの、スキルになっている感じですね。はい。守護者、ゴリラの精霊が一定範囲内を6秒間防衛して、周囲の敵を殴り続けて 80% のダメージを与え、1.5 秒ごとにプレイヤーのライフの 15% に当たる障壁を付与するという形で、これもね、なんかね、ゴリラがバーンって、ね、出てくるって感じで、かっこいいですね、これね。はい。いやー。そして次、イーグルですね。クワトリ。イーグルはピンポイントに獲物を攻撃し、撃破することができますと。移動速度と高い回避力に、拡張可能な注射艇攻撃が組み合わさり、敵に集中的かつ爆発的なダメージを与えますということで、まず、飛翔というスキルですね。宙に舞い、雲を作り出して標的とする位置の、敵を5秒間脆弱状態にした後、急降下して 50% のダメージを与えるということで、はいはいはい、電撃タイプのスキルになってくる感じですね。おー、急降下してきてダメージを与えるということですね。はい。そして、大バネの猛威、5本の羽を持つ、羽を放つと、羽は敵を貫通してそれぞれ 14% のダメージを与えていくというやつですね。はい。こんな感じで羽が放射状に出てきて、当たってくれるってやつですね。はい。レイザーウィング、カミソリのように鋭い霊体の羽をまとめて送り出すと、羽の塊は往復でそれぞれ 50% のダメージを与えてくれるということで、まあ自分から出ていったやつが戻ってくる、スキルですね。これもなんか動きながらこうなんていうのかな、弾道を計算してやっていくとかは楽しそうですね。はい。そして探求者、イーグルの精霊が舞い降りて敵に 20% のダメージを与えて、その少し後に急激に飛び立って 300% のダメージを与えるというところで、はい。
これも結構大技ですね。イーグルがバーンって出てきて戦っていくと、はい、かっこいいな。そして、センティピードですね、バラさんというやつで、敵の力を吸収して自らの生存を維持するセンティスピードは避けられない死のサイクルの体現者ですと。強力な毒ダメージと破壊的な操作障害効果を使い、あらゆる敵を生命なきムクロに変えることができますということですね。そしてまず、萎縮を呼ぶ、拳ですね、正面の敵を急に急行して攻撃し 5% のダメージを与え、6秒にわたる 30% の毒ダメージを与えると。3回目の攻撃が標的に炸裂し周囲の敵にダメージを与えて3秒間 30% のスロー効果を与えるということで、ダメージタイプ毒になっていて、まあ毒ダメージはですね、まあ最近継続ダメージのビルドって非常に強くなってきているので、まあ毒がどれぐらい効くのかっていうのはね気になるところですが、はい、おー、こういう形ですね。で次、サイカですね。敵を、噛む、昆虫の群れを呼び出して、敵を3秒間恐怖状態とスロー状態にして、6秒にわたり 100% の毒ダメージを与えるというやつですね。はい、雲が出てくるって感じですね。はい、毒針、小範囲を攻撃して、範囲内の敵と周囲の毒状態の全ての敵に 70% のダメージを与えると。コアスキルですね。はい、むさぼるもの、センティピードの精霊が現れ直線上の敵にさ、攻撃を炸裂させて 140% のダメージを与え、他の敵に液体を吐き出して 40% のダメージを与える、持続時間は15秒間といって結構長いんですよね、はい、こんな感じでムカデを呼び出して戦っていくみたいな感じですね。そして、まあ、スキルに関してはこんな感じなんですけど、結構守護精霊の選び方によって、発動できるね、まあ、技が変わってくるという感じなので、まあ、どこをメインにしてね、ビルドを組んでいくかとか、今から楽しみなところですね。そして、ビルドに磨きをかける重要パッシブ効果ということで、各重要パッシブ効果は様々な戦術を想定して、なるべく制約を生じさせないようにデザインされていますと。高い柔軟性を持ってビルドに劇的な変化をもたらすことができますと。ということで、今回構えですね。ベースとなっている精霊別にスキル使用時に次の効果を得る。イーグルだったら移動速度 30% アップ。ゴリラ、ダメージ減少 30% アップ。ジャガー、攻撃速度 30% アップ。センティピード、ライフの吸収能力 30% アップというところで、結構これで、値もでかいんですよね。で、攻撃速度30とか、あと、何にダメージ減少 30% アップって結構強いですね。これが、まあ、常時発動してくれるというのはかなり、えぐいなという感じですね。はい。ベースとなっている精霊が異なるスキルの使用時に次の効果を得ると、新たなボーナスに切り替えると5秒間基本能力値が 50% 増加というところで、まあ、これすごいよね。基本能力値 50% なんで、まあ、例えば筋力1500とかだったら、2250とかに上がったりするんで、そこはすごいよな。はい。有害なる共鳴ですね。クリティカルヒット時に敵が受けた毒ダメージの 100% をその周囲の敵に毒ダメージとして炸裂させる。まあ、毒ダメージが伝播するような感じになっていくやつですかね。はい。そして振動の手数ですね。同じ基本スキルの連続使用3回ごとに5秒間すべてのスキルランクが2上昇する。同じコアスキルまたは潜在スキルの連続使用3回ごとにすべてのスキルの発動中のクールダウン時間が 10% 短縮される。短縮量はそれぞれのスキルにつき 2% 上昇するということで、これすごいな。スキルランクが全部プラス2されるという、やつですね。はい。滑殺自在ですね。脆弱状態の敵に与えるダメージが 100% 増加する。敵一体を脆弱状態にしたとき、あと、その敵に対して次に直接ダメージを与えたときに以下の効果が発生する。ライフ最大値の 2% を回復。活力を5生成。脆弱効果を除去というところで。ああ、こういう感じなんですね。まあ、今回そうですね。やっぱり、ライフスティール系、ライフ吸収系って結構、まあ、
バーバリアンとかでもね、死ににくい理由の一つになってたりもしますので。まあ、なんか楽しみですね。そして、じゃあ次、新たなレジェンダリーアイテムとユニークアイテムで、ナハトゥーを守れということで、スピリットボーンとともにこのクラスに合わせたレジェンダリーユニークアイテムも登場しますということですね。はい。ハイブリッド強化ということで、はいはいはい。100% の確率で、1、フェロシティっていうのかな？操作障害状態の敵に対して 100% の確率で、1リソースが生成されるみたいなやつだったりとか、はい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 。茨の加護の、値の 190% の、毒ダメージを追加で、与えるとかね。これもすごいな。はい。で、このレジェンダリーアイテムのカテゴリーは、守護精霊の様々なプレイスタイルに特化していますと。それぞれが特定の守護精霊を組み合わせるビルドをさらに強化する性能となっていると。複数の守護精霊の力を組み合わせたスピリットボーンにとっては、これらのアイテムは必須となりますということで。まあ、レジェンダリーここでは2種類だけしか紹介されてませんが、まあ、開発者ライブとかではね、他のものも見ることができますので、まあ、結構面白そうですね。で、パワー強化の例ということで、あ、出てきますね。アスペクトオブワイルドエクローズと、はい。キャストレイク。レイクをキャストすると 45% のベースダメージが上がる。はい。ペイバックなおく、はあ、そう。騒音ダメージっていうのがあるんだよね。反射ダメージも結構組み込んでいけるのかな。二つの目のカテゴリーのレジェンダリーアイテムはスキルを強化する。同じ守護精霊の精霊スキルを使うと、プレイスタイルの場合、このカテゴリーから大きな恩恵を得られるということで。はいはいはい。ヒットで、ユニークアイテムですね。もちろんスピリットボーンの固有のパワーを増幅し、彼らをジャングルの不屈の力へと昇華させる強力なユニークアイテムも用意されていますということで、はい。基本スキルが 200% の、上昇したダメージを与えると、そして3回攻撃するたびに、トリプルストライク、3倍の、攻撃になるというやつですね。はい。で、靴、ソアディールズ 50% インクリーズダメージ、ソアが 50%、上昇したダメージを与えると。はい。そして回避スキルがソアになるというやつですね。おお、これも面白そうですね。そして、まあ、クラス専用のクエストも、追加されてくるという感じですね。新たなクエストラインで潜在能力を解放しようということで、ケンジスタンのあちこちで謎めいた死体が見つかっていますと。虐殺の痕跡を見つければ、この世のものとは思えない、獣の仕業だと考えられますと。スピリットボーンでレベル15に到達したら、ジーカルでスピリットボーンの未知であるターカに会いましょうと。あなたは一緒に運命を決めるクエストに挑み、守護精霊の道との調和をさらに高めますと。聖なる仮クエストを完了して、スピリットのボーンのクラス固有メカニズムである精霊の広間を解放しましょうということで、で、精霊の広間で、つながりを深めようということで、ちょっとドルイドに似たようなクラスシステムになってるみたいですよね。はい。で、まあ、先ほどね、お伝えした4つの、まあ、精霊との、絆を深めていくという感じですね。精霊の広間を使えば、スピリットボーンは守護精霊とのつながりを強化できますと。4種類の守護精霊のいずれかの1つ目の、精霊に選択しましょうと。これによって特別なボーナスが得られるだけでなく、あらゆるスキルにその精霊のスキルタグが付与され、各スキルにその精霊に応じたボーナスが付与されるようになりますと。レベル30になると、同じ守護精霊が別の守護精霊から得られる2つ目のボーナスを選択できますと。既存の守護精霊との絆を深めるか、別の守護精霊のメカニクスと組み合わせることが可能です。これによってあなたが最も魅力と感じる方向にスピリットボーンを変化させる自由度が得られると。例として、ゴリラを1つ目の精霊に選択すると以下のボーナスが得られますと。
ゴリラスキルを使用すると命中した敵に 100% の茨のカゴのダメージを与え、ライフ最大値の 10% に当たる障壁を3秒間得るというやつで、まあ、茨のカゴっていうのは、敵が殴ってきた時に敵に対してこう反射ダメージが与えられるみたいなね、ものになってくるんですけど、バリアじゃないんですけどね。はい。茨のカゴ。獲得量は、最大 40%。すべてのスキルがゴリラスキルの性質を帯びるようになると。次に二つ目の精霊にジャガーを選択したとしましょう。これによって以下のボーナスを得られますと。猛威最大値が1増加する。敵を倒すか、ボスに、ダメージを与えるために猛威の蓄積を1獲得していくと。ゴリラを選択するとすべての、攻撃に茨の加護が付与され、同時に障壁が生成されます。これで耐久力と攻撃力が大幅に高まります。と。ジャガーを二つ目の精霊に選択すると、新たなクラス固有リソースである猛威に直接アクセス可能になりますと。これは攻撃速度が増加する蓄積ボーナスであると。この二種類の居住を、組み合わせることにより、攻撃速度が増加するだけでなく、ゴリラのボーナスを利用できる頻度も、増加していくということで。まあ、守護精霊の組み合わせによって、新たなコンボが生まれてくるというのも面白いですね。はい。守護精霊の種類に応じてビルドを異なる恩恵が得られ、新たなシナジー効果が利用可能になりますと。あなたのスピリットボーンにぴったりな2種類の精霊の組み合わせを見つけるまで、セオリークラフトを続けてみましょうというところですね。で、スピリットボーンのお披露目配信の VOD を鑑賞しようということで、7月19日、今日のね、早朝に行われた、ライブ配信の方もアーカイブになっていて、で、日本語の字幕をつけてね、もう今見ることができるようになってますので、英語だからちょっとと思って見てなかったっていう方もね、ぜひ、見ていただきたいなと思います。1時間ぐらいの、長さなんですけども、かなり詳しくね、情報を公開してくれてますので、見ていただけたらなと思います。で、今すぐ憎悪の器を予約購入しようということで、10月8日に、スピリットボーンは10月8日にリリースされる、憎悪の器の拡張パックで、プレイ可能になりますということで、まあ、拡張版の購入が必要になるんですけど、まあ、すでにね、アルティメットエディションを私が購入した時のね、紹介動画とかも上げてますので、まあ、概要欄にもリンク貼っておきますのでね、そういったものも参考に、まあ、どのエディション買うかっていうのを検討していただけたらなと思います。ということでね、まあ、駆け足ではありますが、ちょっとね、スピリットボーンの内容を見てきたんですが、ちょっとですね、まあ、この先はですね、まあ、スピリットボーン何者よというところを知りたいという方向けにですね、ちょっとこの序盤で明らかになっている設定の部分、読んでいきましょうか。はい。ということでね、まあ、冒頭に戻ってきて、スピリットボーンとはというところから読んでいきましょうかね。はい。スピリットボーンとは何者なのか。この質問に答える前に、霊界とアカラットによるその発見について理解しておく必要がありますと。腐敗を受けていないパワー、霊界ということで、これね、ムービーも、公開されてたんでね、ここ見ていただくと、こんな感じの霊界が。で、最も簡単に言えば、霊界とは精霊が集まる場所ですと。サンクチャリが登場したとき、イナリウスとリリスはワールドストーンを変化させました。そして2つの強大な存在の影響を受けたワールドストーンから放出された魔術的エネルギーが不透明なベールとなり、生み出されたのが霊界ですと。より具体的に言えば、霊界は人類の信仰によって形作られた非常に神聖な次元ですと。サンクチャリとそっくりな、精神世界である霊界には、使命を帯びたジャングルの精霊たちが存在しており、古代の守護精霊と呼ばれる彼らは、天使と悪魔の影響から大地と精霊たちを守っています。そう、霊界には謎の力で霊界に引き寄せられた人間の魂や、時間とともに進化した動物、昆虫、そして植物の精霊のほか、魔術的エネルギーが内部で、凝縮したことで、巨大になった守護精霊など、様々な姿の魂や精霊が住んでいるのです。ということですね。そして最初のスピリットボーンの誕生というところで、預言者であるアカラットは、シャンサイの出身でしたが、ナハトゥーの執事だった彼の母親から人類には天使と悪魔両方の側面があり、それらがせめぎ合っているのだと聞かされていました。
彼は人類は独特な存在であり、人類は内に秘められた特別な光を使って闇を克服する力を持っていると信じていました。彼はサンクチャリ中を旅してこれらの基本理念を広めていきましたと、アカラットはいつか母の故郷に戻ると誓っていましたが、彼が戻った時、彼は天使や悪魔の影響を受けていない霊界とサンクチャリの間のベールを発見します。彼はそのような場所は守る必要があると考えましたと、最も信頼すべき自社の、イセベテと共に長い時間をかけて霊界について調べたアカラットは、やがて聖者として初めてベールを越えて霊界を訪れましたとですね。霊界に行くアカラットの図はい、アカラットがいない間、彼の自社たちがジャングルの研究を、続けました。晩年になって帰還したアカラットは霊界の、未踏エリアの探索に余生を費やし、最後には熱心な信奉者たちに見守られつつ戻ることのない霊界へと旅路を出ましたと、嘆き悲しむイセビテの泣き声は霊界にまで届き、精霊たちは励ましてそれに応えました。同じくナハトゥの出陣であった、イセビテはその後アカラットと共に生み出した思想をもとに、今もなお続いているスピリットボーンの文化の基礎を作り上げることになりますと、はい、ナハトゥにおける思想というところで、はい、アカラットとイセビテが残した使命を全うするために全てを捧げよう、これがスピリットボーンの思想の中心にある考え方で、使命とはすなわち霊界とそこにいる精霊を守り、サンクチャリーと霊界の調和を維持することです。スピリットボーンはあらゆる面でこの教義を体現する行動をとり、望ましい形で魂が霊界に至れるように生きているうちからその準備をするほどですと。スピリットボーンにとって死して霊界で再会することこそが最も栄誉なのですということですね。はい。そしてスピリットボーンは、生きたまま霊界を訪れることができます。これは危険ですが、名誉ある行為で、通常あらゆる技術を習得した年長者のみが行えますが、未熟なものでも原始や夢、囁き、あるいは矢をなしの直感といった形でベールの向こう側の残滓を体験することがあります。スピリットボーンは、自分たちの豊かな伝統、ジャングル、強力な守護精霊を称えることに心血を注ぎ続ける誠実な人々と言えるでしょう。ということで、まあ、精霊界と交信して守護精霊たちを呼び出していくというのがね、このクラスの基本的な、コンセプトになってくるみたいな感じなんですけど、結構ですね、まあ、実際に、ね、映像を見ていただくとですね、スピリットボーンのこのアクション性の高さっていうのも魅力なんですけども、まあ、それ以上にですね、この舞台となっているジャングルのね、奥地を早く、探索したいという、興奮がね、高まってくるという感じの映像でしたので、ぜひね、まあ、公式トレーラー、そして公式ライブの方も、合わせて見ていただけたらなと思います。まあ、新クラスね、登場に先駆けて、まあ、シーズン5の方もね、8月の7日からスタートしますので、まあ、そちらの方の攻略解説動画なども、投稿していきたいと思ってますので、ぜひこの機会に高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは、またね、新しい情報出てきたら動画の方、上げたいと思いますので、お会いできるのを楽しみにしています。哲学とでした。